木村秀樹は日本の工学者。電気工学、電子工学分野においてエネルギー変換、貯蔵を専門とし、その具現化として太陽エネルギーを利用した高性能ソーラーカーなどの開発で世界トップレベルの業績を有する。一般社団法人日本太陽エネルギー学会理事、公益社団法人応用物理学会大議員などを務め、はじめエネルギー、省エネルギー、 地区エネルギーの技術に関する啓発活動を推進してきた東海大学工学部電気電子工学科教授専門医以外にプロジェクト活動によって学生の社会的実践力を培うことを目的とした東海大学チャレンジセンターの立ち上げに関わった東京都生まれ幼少時代に手塚治虫の鉄腕アトムの影響を受け科学者への道を志す 東京都立広尾高等学校、東海大学工学部電子工学科を卒業。同大学大学院工学研究科電子、工学専攻博士課程校期修了。学位は博士。父は、元東海大学工学部通信工学科教授の木村昇名誉教授であり、1960年に、東海大学陸上競技部を創設指導部の顧問を務める。 1995年に学校法人東海大学の専任助手に採用され、東海大学工学部電子工学科に配属される。1996年から東海大学ソーラーカーチームに所属し、現在は監督。2001年から2005年までは電子情報学部エレクトロニクス学科に所属し、現在は工学部電気電子工学科教授。 2006年に東海大学チャレンジセンター推進室長に就任し、平成18年度文部科学省現代的教育ニーズ取り組み支援プログラムの採択を受けた。2014年から2015年は東海大学チャレンジセンター所長。2015年は文部科学省の地拠点整備事業の採択を受けて、設置された地域連携を担当する東海大学2。 コラボ推進室室長を務めた。2017年度に、東海大学現代教養センター所長に就任した。2018年度から、東海大学大学運営本部副本部長と、大学 IR 室長も兼務する。一般社団法人日本太陽エネルギー、学会理事学校法人、三新学園山場と幼稚園理事、太陽エネルギー利用、超高効率ブラシレス DC モーター。 電気二重層キャパシタ応用、プロジェクト活動による人材育成、大学による地域連携など。省エネ競技用小型電気自動車、ファラデー、S マジックに2009年型ソーラーカート会チャレンジャー、ソーラーカートを通した活動は顕著で、オーストラリア大陸のダーウィンはアィレード間の 3000km を縦断するワールドソーラーチャレンジ1 9 9 6年。 1999年から2001年と2009年から2017年は各年で参戦し2009年と2011年は東海大学ソーラーカーチームを世界一に導いた1998年には日本ケミコンと共同して世界で初めてソーラーカーに電気二重層キャパシタを搭載した2003年には特殊電装、日本ケミコンと共に 鉄系アモルファス白石層コアを用いた変換効率93%のブラシレス DC モーターを開発。その後、特殊電装から市販化された。2004年5月、改良したアモルファスモーターを搭載した省エネ競技用小型電気自動車パラデーマジック2で大型村ソーラースポーツラインで開催されているワールドエコノムーブに出場し、鉛蓄電池部門で 総合優勝。それ以降2008年まで5連覇を達成した。2008年から2011年には燃料電池部門でも4連覇を達成した。2005年から東海大学ソーラーカーチームの監督に就任。2008年にラリードライバーの篠塚健次郎らとともに国際自動車連盟公認のサウスアフリカンソーラーチャレンジに出場し初優勝を成し遂げた。 2009年には、シャープから、太陽電池種類の一種である3、接合化合物太陽電池の供給を受け、ソーラーカー2009都会チャレンジャーを開発した。このソーラーカーにより、2009年のワールドソーラーチャレンジで、日本の大学チームとして初優勝を遂げた。これは、1996年に、ホンダのソーラーカー、ドリームが優勝して以来、 日本勢として13年ぶりの優勝であった。2010年5月、日本学術会議シンポジウム、環境、エネルギーと電気電子情報技術で講演。終映者ジャンプコミックスより、大田垣康を村田祐介による、ドンテン、プリズムソーラーカーの発行に際し取材協力を行った。2011年には、東日本大震災の影響で、 計画停電などによる活動の制約を受ける中、パナソニックから太陽電池モジュールヒット、トーレから炭素繊維トレカの供給を受けて、2011都会チャレンジャーを制作し、ワールドソーラーチャレンジで2連覇を達成した。12月には日本記者クラブからの要請を受け、ワールドソーラーチャレンジ2連覇に関して会見を行った。2012年1月、 アラブ首長国連邦のアブダビ首長国のアブダビで開催された W ・ワールドフューチャーエネルギーサミットにソーラーカーを出展。4月には新東名高速道路開通前にソーラーカーの性能を実証するために清水パーキングエリアを車体整備拠点として新清水インターチェンジ新富士インターチェンジを時速 100km の速度による往復走行を繰り返した。 2013年4月、アメリカ大使館からの招待を受け、大使公邸にて、ジョン・ケリー・アメリカ合衆国国務長官と、東海大学ソーラーカーチームメンバーが対談した。タカラトミーから、東海大学ソーラーカーの東海チャレンジャーが、トミカナンバー26として、発売開始された。10月に、オーストラリアで開催された、ワールドソーラーチャレンジでは、4輪の新型ソーラーカーで、 出場し、総合2となった。2014年2月、アラブ首長国連邦のアブダビ首長国のムハンマド・ビンザー・イド・アール・ナヒヤーアンーン公大使が公賓として来日した際に、東海大学高輪キャンパスでソーラーカーについて直接説明を行った。これを契機にアブダビの石油大学と共同でソーラーカー開発を行った。一方、 地理共和国で開催されたソーラーカーレース S、カレルソーラーアタコマでは東海大学チームを優勝に導いた。2015年1月、中東発のソーラーカーレースであるアブダビソーラーチャレンジで主導を行ったアブダビの石油大学チームが2位となった。2015年に開発された2015都会チャレンジャーはオーストラリアで開催されたのブリジストンワールドソーラー。 チャレンジに出場し、総合3位となった。2016年11月、カザフスタン共和国のヌルスルタンナザルバイフ、大統領が、東海大学高輪キャンパスで行われた名誉、学位授与式に出席した際にソーラーカーを見学し、これに対応した。南アフリカで開催されたサソールソーラーチャレンジでは、オランダのデルフト工科大学に次いで、準優勝となった。 2017年10月、ユニークなモノハル型の新型ボディを設計、製作し、オーストラリアで開催されたブリジストンワールドソーラーチャレンジで総合4位となった。上位3チームは、多接合化合物太陽電池を使用しており、シリコン太陽電池を採用したソーラーカーとしては最高順位であった。2018年9月、サソールソーラーチャレンジで準優勝となった。また、 同時に特別賞として環境賞などを受賞した。2019年10月、ブリジストンワールドソーラーチャレンジで6年ぶりに準優勝となった。シリコン太陽電池を採用したソーラーカーとしては最高順位であった。2009年以降、日本から本大会に参加するチームとして常に最高順位を維持している。ありがとうございます。